田まる夫は、大阪のオフィスキーワードに所属するフリーアナウンサーで、元 NHK 及び毎日放送アナウンサー。防災士。大阪府大阪市の出身で、現在は兵庫県川西市に在住。3人の子供と3人の孫がいる。祖父が美術教師だった影響もあり、小学校1年から絵画教室に通いにかかい関西支部主催のコモドに、 百貨店に小学2年から3年連続で入選。同時にヤマハ音楽教室に通いエレクトーンを4年間習う。両親は阪急百貨店の社員だったが、ジップは学生時代に NHK のアナウンサーを志していた。その志を果たせなかったジップから10歳の時に NHK アナウンス特本をプレゼントとして渡されたことをきっかけにアナウンサーを目指すようになった。 兵庫県立川西緑大高等学校から関西学院大学経済学部へ進学。KGB のアナウンスパートに所属し、学内放送でニュースや情報番組を担当。大学2年からはアナウンサー採用試験を目指し、大阪のアナウンサー養成の私塾、生田教室でアナウンス技術の研鑽を積んだ。就職活動では、 第一志望の毎日放送が当時アナウンサーを採用していなかったことから、在京放送局を中心に採用試験を受験。同期のアナウンサー志望者からは、唐沢明弘と共に一目置かれていて、受験したつぼねの試験では必ず上位に残っていた。テレビ朝日の試験では、最終段階まで残ったところで、系列局の朝日放送への入社を進められている。 結局、大学卒業後の1984年に NHK へ入局。タマルが後年10回したところによれば、NHK 大阪放送局でアナウンサーの採用試験を受けた後に、同局の人事担当者から電話を通じて、あなたと一緒に仕事をさせていただきたいという言葉で、採用の内定を告げられたことが決め手になったという。NHK 入局後に、 NHK 高知放送局へ配属。1988年に大津放送局へ移動した。本人は大阪放送局での勤務を希望していたが、生田教室での先輩にあたる柏木博之からの紹介で、1990年に同局のアナウンサー中途採用試験を受験。後に採用が内定したことから、1991年1月31日付で、 NHK を対局した後に4月1日からアナウンサーとして毎日放送へ移籍した。毎日放送の本社屋が現在の大阪市北区茶屋町へ移転してから最初に採用された局員。スポーツアナウンサーとして主にプロ野球の阪神、オリックス、近鉄の試合の実況をテレビ、ラジオで担当。2000年10月から 報道担当アナウンサーに代わり、報道番組、ボイスの特集ナレーター、ニュースリーダーを19年にわたって担当。自らも企画取材に積極的であった。阪神淡路大震災では、自らも被災しながら、直後から被災地の取材にあたり、テレビ、ラジオのリポートや特別番組のキャスターを担当。その経験から、アナウンサー出演の地震初動対応の訓練の 窓口として指導に当たった。2020年9月の誕生日で同局の定年に到達したことに伴って同月30日付で退職。退職の2年前には柏木に続いてシニアスタッフとして毎日放送への勤務を続ける意向を示していたが実際には食卓契約を結ばなかった。毎日放送を退職後、2021年4月から 大阪のオフィスキーワードに所属し、アナウンススクール講師やフリーのナレーターとして活動している。妻は NHK 高知放送局時代の同僚で、高知県向けローカル番組、FM リクエストアワー、夕べのひとときや NHK ラジオ第一、FM 放送の天気予報、お知らせなどを担当していた。1991年3月に NHK を退局した後に、 同年4月からアナウンサーとして毎日放送へ移籍。同期の新卒入社組に定年で退職するまでの同僚でもあったアナウンサーの亀井望みやテレビプロデューサーの厚見正太、田淵真一などがいる。1991年から9年間はスポーツ穴として実況、リポートを担当。テレビラジオのプロ野球中継を中心に J リーグサッカー。 甲子園球場での選抜高校野球大会、関西大学ラグビー、花園ラグビー場での全国高校ラグビー、全国高校女子サッカー、日本女子、サッカーリーグ、淡路島女子駅伝などを担当した。MBS が平日の夕方に報道番組、ボイスを開始した2000年10月から、報道担当アナウンサーに転校、ニュースリーダーや特集、コーナー企画のナレーターを務めた。 フンマン本舗、阪神の星などのレギュラーコーナーにおけるナレーションは人気で自身も企画やリポートを担当。主婦目線の取材には定評がある。2014年4月からは月曜日のみ担当。2015年4月からは月曜、火曜日。2017年4月から月曜から水曜日担当。同番組を引き継いだニュースミント。でも、 2019年4月の番組開始から半年間、月から水曜日のニュースリーダーを務めた。2019年9月末まで通算19年にわたって報道番組のナレーター一筋で活動。毎日放送アナウンサーの企画、出演によるバラエティ番組アドリブランドでは軽妙なキャラクターを活かした。NHK から同局への移籍を決めたのは現役のアナウンサーとして、 同番組へ出演したかったことにもよる。TBS をはじめとする JNN、JRN 系列各局で毎年優秀なアナウンサーに与えられるアノンシスト賞を個人、チーム通算で8回受賞している。防災リーダーとなるべく2015年に日本防災指揮機構による民間資格、防災士を取得し、同僚アナウンサーへ防災意識の啓発や防災、 原載等の知識や技能の向上などに取り組んだ。JOC もっと知りたいがんのこと、プロジェクトメンバーとして、活動を2020年9月で毎日放送を定年退職した後、フリーランスでアナウンス活動を開始。2021年4月から大阪のプロダクション、オフィスキーワードに所属している。プロフィールサイトオフィスキーワード。 事務所が運営するアナウンススクールの大阪教室でレギュラー講師を務めている。基本を大切に丁寧な指導が好評。オフィスキーワードアナウンススクールまた、兵庫県伊丹市の朗読ボランティアグループ、グループ制、音訳朗読のメンバーを対象に定期的にアナウンス教室の講師を務める。2021年7月から夏の高校野球兵庫大会の実況を担当。 姫路ウィンク球場での試合を中継する姫路ケーブルテレビウィンクの実況要因として細かなデータと解説者との分析、迫力ある実況で地元のファンに好評を得た。ハイテンションでインパクトのある CM はクライアントから高い支持を得ている。しっとりした聞かせるナレーションはもちろん長年の報道畑での経験で安心して任せられるナレーターとしてニーズが高い。 上記の番組に加えて遺跡の直後から単独で多数のラジオ CM に出演。後輩アナウンサーがパーソナリティを務める生放送のラジオ番組に向けてメッセージを投稿することや投稿したメッセージが放送中に取り上げられることも多かった。ありがとうございます。